よし、行ってくるぜ。脅威は8度目の北伐を行おうとしていた。目標は諸葛亮が6度狙った祁山ではなく東洋。領地祁山の守備を固める魏の当該の裏をかいたのである。なあ、この城やっぱおかしくないか。いくらなんでもガランとしすぎだって。ここ東洋はもともと守りの手薄な土地、そして魏の主力は祁山の防備に手一杯だ。領地祁山の軍を割いてまで東洋に援軍を送る余力はあるまい。そんなもんなのかな。ここの兵は皆城を捨てて逃げたのだろう。何せ助けは期待できぬのだから。けど祁山の主力はあの当該だ。嫌な予感がするんだよな。ちょっと様子見てくるわ。悪いけどここは頼んだぜ。なんかうさんくさいんだよなこの城。わざと空にしているような。裏切り者のくせに上出来じゃないか。けど今頃気づいても遅い。やっぱ空城の計かよ。いやいやいや、冷静に外の味方と合流だ。到来神、これが絶体絶命の危機ってやつか。お父さんなら笑い飛ばすんだろうな、きっと。出過ぎたようだな。千両の輩に負けはせん。いっとくか。対応、対人撃撃。トラ戦車じゃないよな。でも似たような厄介な匂いがしてくる。一か八か、あれに乗ってみるか。トラ戦車と似たようなもんだな。一人で勝てると思ったか。最初を甘く見るとどうなるか思い知れ。いたぞ、こっちだ。絶対に逃がすなよ。ここが敵の出入り口か。下がないとキリがないな。次から次に兵器が出てきて心臓に悪いって。あいつだったら咳止まんないだろうな。いっとくか。ライオン怪人撃撃。次こそ我が地でくれ、お前を倒す。いっとくか、敵将撃ち取ったぜ。できそうだ。よし、やってみるか。はかれ、奴を逃がすな。
役が立たぬ。さあ勝負してもらおう。いっとくか、ライオン最新劇。敵将撃ち取ったぜ。引くことがそのまま負けではない。久しぶりね、加工肌の相変わらず元気そうでよかった。いやいやいや、今俺絶対絶命だから、元気とかそういう問題じゃないって。対応対人射撃。ここで終わりにするわけにはいかないの。ごめんなさいね。撃ち取ったぜ。やつは袋のネズミだ。全員で追い込め。到来し、数々の罠をかいくぐりたどり着いたか。ライオン配信撃撃。もう将軍のご子息だ。父さんの名前いきなり聞かせないでよ。こっちもいろいろ複雑なんだぜ。また生き延びたみたいだな。やれやれ、まだ自由でいられるか。ここが出口。いやいやいや、今までの感じだとこれも罠。あっ、格愛殿の敵。フリ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 、苦しいって。息子聞こえんど。フリフリフリ、ほらどうした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 。仲良きことは素晴らしきことかな。自由に生きた結果がこれか。戦場で死ねるなんてついてるぜ。あなたは絶対に死なせない。覚えとけ、勝てば官軍、負ければなんとかってな。